そうですね、まあすごい強力な選手がたくさんいて、まあ、最後斉藤選手出てきましたけど、まあ、かなり苦しい試合だったんじゃないかなと思いますけど、まあ、僕個人としてもやっぱ得点に絡む1点目に絡むことができたんで、それは良かったかなと思いますし、まあ、結果だけは、ね、本当に求めてたんでやっと形になったかなと思います。はい、うん、まあ、試合ができるということはやっぱ自分にも、ね、すごいチャンスがあるということだと思いますし、今年はやっぱりさらに、ね、こう個人としてもチームとしても、ね、もっと上に行けるように、準備していきたいと思います。はい、ただ勝利しました。嬉しいです。個人的にも初めて勝った試合で、試合勝ってたんですけどピッチいつも答えしてたんで、今回全部出れて、しかも追いつかれながらの宮で決めてくれたのは相当嬉しいです。我慢しましたね、あの1-1から。いや、我慢しましたよ。まあ、でも体ぶっ壊れてもいいみたいな感じだったんで、本当耐えるだけでした。まあ、でも次勝たなきゃ意味ないんで、次絶対勝てるように頑張っていきたいと思います。まずこういうゲームね、上に行けたってことは大きいと思います。若い選手も頑張ってくれました。はい、そうですね、本当にこう思いっきりやってほしいし、こういう勝ち試合から学ぶことは負け試合から学ぶことよりも多いと思うし、また次ポジティブにトレーニングだったり試合に取り組めますし、そういった意味でも非常に大きいゲームだったと思います。さあ、これで鹿島戦にもまた始めやってきます。そうですね、こう3試合負けなしで来てますし、ルヴァンと J リーグと相手は強豪ですけどね、こうホームでねまだ勝ってないんで、しっかり勝ちたいですね。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。貴重な先制点、はい、素晴らしいヒール。まあ、どうやって入ったかちょ映像見ないと分かんないですけど、とにかく、まあ、気持ちを前面に出して、それが、まあ、ゴールにつながって本当に良かったです。本当に今のチームにとってもう勝ち地飢えてるので、ここからまたリーグにうまくつなげて、チーム一丸となってここからまた上に登っていきたいと思うんですけど、ここは3試合負けなしでチームは来てます。まあ、いい形でもう本当に来てるんで、それをまあ引き分けを今度勝ちに持っていけるようなね、しぶとさをまたここから、チーム全体でつなげていきたいなと思いますけど、ね、僕自身もねこのゲームかけてたのは強かったと思います。いや、もう本当にこのゲームで自分が生き残るのかというか、まあ、外された気持ちというのを前面に出して、それがまあフォワードとして本当にゴールが全てなので、それにつながってよかったところです。さあ、まだまだ続きますよ。間違いないです。今日はでもとりあえずしっかりと休んで喜んで、また切り替えて明日が頑張ります。お疲れでした。お疲れでした。皆さんのおかげです。ありがとうございます。また頑張ります。なんかまあ前半から結構しんどくて、ハイとかしんどくて、まあ、90分持つかなと思ったんですけど、まあ、最後まで走らせたんで、いい流れができた。そうですね、まあ、次鹿島は強敵ですけど、まあ、しっかり勝てるように頑張ります。